皆さんこんにちは。今日はですね、ブロックフォートレスというゲームをご紹介します。はい、このゲームはですね、一言で表すとマインクラフト足すマインクラフトプラス FPS プラス、まあ RTS みたいな感じですね。リアルタイムシミュレーションみたいな感じです。で、めちゃくちゃ難しいゲームなんですけども、めちゃくちゃ面白いゲームなので、まあ、今回はですね、まあ一通り、まあ、ちょっとわからないことはあるにせよ、一通り遊べるぐらいまでちょっとですね、ご紹介いたします。いきましょう、プレイ。はい、でチューザーモードって出てくるんですけども、今回サバイバルでいきます。はい、でこの辺はですね、まあ、マップ選択とかいろいろあるんですけど、まあ後々わかると思います。いきます、プレイ。でチューザーディフィカルティはノーマルで、チューザーコンパニオンはですね、スタンダードボットでいきましょう。いきます。はい、来ましたなんか突然平和なシーンになりましたけども、はい、先ほどですね、一言で言うならばマイクラプラス FPS プラス RTS って言ったんですけども、はい、こんな感じでマイクラ的な世界観ですね。で、まあ右上のボタンの矢印とかで上昇できて、これがですね、今僕に与えられた島なんですけども、この島のどこかにですね、基地を建てないといけません。バラックスですね。で、まあ、どこに建てようかっていうのを今選んでるんですけども、まあ、この四方八方から敵が来るので、どこがいいですかね。とりあえずどこにしよう、ここら辺にしましょうか。ちょっと木とかが多くて邪魔だけど。はい、で基地を建てたいとこを決めたらですね、そこをタップするとこんな感じで、ここに建てますけどいいですかって聞かれるので、ちょっとここだと微妙かな。ちょっともうちょっと前の方がいいかな。この辺にしましょうか。あ、いや、もう一個後ろ。この辺、よし、ここにしましょう。ここに基地を建てます。というわけで、右上のスタートをタップ。はい、そうすると基地が建ちました。で、あなたの目的はですね、この基地を敵の攻撃から守ることです。はい、それだけ。で、どうやって守るかっていうとですね、まあ今、右下のボタンにマシンガンっていうのがあるんですけども、いろいろな武器をですね、この建物とか、この陣地のいろんなところに、どこでも好きに自由につけられます。で、その武器とかですね、あと壁、ウォールっていうのが用意されていて、これはコンクリートなんですけども、木の壁を作るとか、コンクリートの壁を作るとか、いろいろできます。はい。で、まあその敵がですね、次どっからやってくるかっていうのが、ちょっとこれだと見えづらいかな。これの方がいいかな。左上の方に W とか S とか N とか E とか書いてあるんですけども、あれは方角ですね。ウエスト、ノース、サウス、イーストみたいな感じで、今ですね、西の方から敵がやってきます。黄色の矢印の方から来るよって意味ですね。なので、この僕の今見てる前の方から来るので、この方向にですね、ちょっとマシンガンでも設置しましょうか。この基地の、そのマシンガンを設置したいところをタップすると、ガション、ガションと置けます。こんな感じで。ただですね、今マシンガンの上に赤いマークが出たと思うんですけども、この武器を使うのに電力が必要なんですよ。なので、その電力を供給してくれるパワーブロックっていうやつを選択して、このマシンガンとかその使いたい武器の近くに置いてあげないといけません。何マス以内とか決まってるはずです。パワーブロックが確か5マスかな、8マスか5マスぐらい供給できます。なので、ちょっとここに立てましょうか。そうすると、電力不足のマークが消えて、なんかブイーンっていう音が鳴ってですね、マシンガン使えるようになりました。はい。で、まあ、まだですね、レベル1なんでこんぐらいでいいと思います。じゃあ行きましょう。で、まあ、単性のバトルなので、ここでですね、武器の設置とか壁の設置がして、準備 OK になったらですね、またさっきの左上のボタンですね、SWNE って書いてある四角いボタンをタップすると、グイーンとなってですね、はい、こっからはなんと FPS みたいな感じになります。こんな感じ、普通の FPS ですね。赤いボタンタップするとこのピストル撃てます。こんな感じ。はい、で敵がですね、多分もうやってきて、あ、来てますね。あそこから今動いてるの見えますか。ちっちゃいなんか緑色の変なやつがこっちに科目に向かってきてるんですけど、あ、こっちからも来てる。というわけでこいつを倒しに行きましょうか。はい、で FPS なんでですね、普通にこうやって敵倒せます。攻撃すれば、このピストルすごい弱いんで時間かかるんですけども戦えます。で、まあ、もちろんですね、こうやって自分で戦ってもいいんですけども、さっき基地にこうやってマシンガンをつけたので、この基地の方に戻ってですね、このマシンガンを使ってやつをですね迎撃することもできます。
ちょっとマシンガンで攻撃してもらいましょう。ただこの木とかがあって邪魔ですね。はい、この木とかですね、車線上になんか邪魔になるものがあると攻撃してくれないので、この木は結構邪魔でございます。今1体来たかな。来てますね。そろそろ攻撃を開始すると思います。はい、範囲に入るとダダダダダダダッとですね、今攻撃を始めました。こんな感じです。でまあ基地のマシンガンの攻撃を使ってもいいですし、自分で攻撃しに行っても OK。 リロード。はい、こんな感じですね。ちょっと四方八方から来るんで注意しないといけません。はい、こんな感じで敵から、ね、攻撃も食らっちゃうので、あの主人公である自分が死ぬか、この基地ですね、基地を倒されると、やめろ基地を倒されるとゲームオーバーです。自分が死ぬか基地が壊されるとゲームオーバーでございます。まあ、なんで来たやつをですね、まあ適当に倒していけばいいんじゃないでしょうか。やめろ邪魔だ。でこのお金はですね重要なので絶対に確保してください。まあ、このロボットに取りに行かせることもできます。ただ今回はやめておきます。おお。ただですね、最初はですねこのピストル本当に弱いんで、もう自分の攻撃力は皆無だと思った方がいいです。ただ自分が近づくとですね敵を引き寄せられるので、なんか壁とかですねマシンガンを設置した方に誘導するとかはできますね。頼んだぞマシンガン。あ、で基地自体もですねいろいろ攻撃してくれます。ただ攻撃力やめろ攻撃力が低いです。あ、やばいやばいやばい。はい、で基地のですね HP とかはあの画面真ん中の方に HP っていうのと BHP っていうのが出てるんですけども、これの BHP の方ですね。はい、であとワンエネミーレフト、こいつを倒せば、あれこちら、やばい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 、よし。はい、というわけでそのまあターンでですね敵が何十体か何百体か来ますので、それを全部倒して防ぎ切ったら終わりっていう感じですね。今レベル1コンプリートです。でエネミーズキールドが22で、ブロックスロストっていうのはですね敵になんか壁とかですね、壁のブロックとかを設置した時に何個敵が壊しましたよっていうやつです。でボーナスゴールドっていうのはですねレベルをクリアすると、まあ、いくらかお金をもらえます。このお金がないとマシンガンとか壁とか作れません。でボーナスレアブルーミネラルズっていうのは今は置いといてください。というわけでコンティニュー、ちょっとお金回収します。はい、でそのレベルのターンが終了するとまた基地の建設になりますね。はい、そのなんだ傷ついてしまった壁を修復するとか新しい設備を増強するっていうターンになります。たださっきですね戦ってた時にもリアルタイムでブロックを設置、壁を設置するとかはできます。はい、なのでこのターンで全てやっておかないといけないっていうわけではないんですけれども、まあ、このターンである程度整備しておくのがいいですね。はい、その敵とかもその敵がやってきてるシーンで壁とか作ってると普通に敵が来て攻撃されちゃうんで結構やられちゃったりします。はい、でレベル2になったんですけども、次はですねイースですね、東の方からこっちから敵がやってきます。さっきですね西の方にマシンガン設置しちゃったんで、ちょっとこっち側にも設置しましょうと思ったんですけども、まあ、壁とかをですねこの辺に作っときましょうか。どこがいいかな、この辺に作ってみましょうか。壁をこうやってこんな感じで、この辺はですね普通にマイクラみたいな感じです。本当にブロックを作って、まあ、そこにですねまたマシンガンを設置するもよしでございますね。こんな感じで、まあ、ただ電力ないんで、電力ないんでって言ってもさっきここに設置したやつが多分この3つに供給されてるんで1個だけ足りないですね。その電気が足りてるよ足りてないよっていうのは画面上の真ん中にあの6スラッシュ5って書いてあるあそこが電気なんですけども、今5個まで設備をなんだマシンガンとか武器を使えるんだけど今6個設置してるから1個多いよっていう意味です。はい、なのでこの辺にですねまたパワーブロックをつけたいんですけども、このパワーブロックをまたつけるのはちょっと無駄なので、まあ、実はですねいろいろ先ほども申しました通りいろいろなブロックとか武器とかが用意されていて変えられます。はい、でちょっとですねスペシャルっていうところにパワーブースターっていうのがあるので、これを選択して使えるようにしていきましょう。
パワーブースターっていうのはですね、まあこのパワーブロックの近くに置いてあると、そのパワーブロックの距離を広げて、パワーブロックの電力を供給できる範囲を広げて、かつ3ぐらい増やしてくれるのかな、使える武器もっていうやつです。なので、まあ、これを設置したんですけども、近くに設置したんでダメでしたね、今ね。というわけで、1個外して、この辺に建てます？あ、まだ届かない。どっかな？この辺？あ、間違えた。これじゃない。パワーブロック、パワーブースターですね。あ、ここ無理。ここどう？あ、無理。ここどう？あ、無理。全然無理だ。というわけで消して、普通にもうパワーブロック置いちゃいましょうか。パワーブースターじゃなくてパワーブロックですね。パワーブロックをこの辺に設置して、はい、OK。で、もうちょっとこっちの方もコンクリで固めて、あ、間違えた。これ、マイクラやってる人とかだったら、この辺のね、なんですか、ブロック立てて、どうやって敵を迎撃しようかなみたいなのを考えるのは楽しいんじゃないかなと思います。はい。これで行ってみましょうか。で、僕は、この木の上から奴らを迎え撃つ。行きましょう。というわけでレベル2スタート。来いや。来ましたね、早速。ただそっちにはですね、壁も設置してマシンガンも置いたので結構大丈夫だと思います。行け。こっちからも来てる。あ、撃った。お、いい感じいい感じ。攻撃しろ。そして倒せ。あ、はい。で、今ですね、敵が近くにいるのにマシンガンが攻撃してくれていません。これはなぜかというとですね、このマシンガンに攻撃範囲があるんですよ。で、真下はですね、見えません。こんな感じでですね、はい、今出てると思うんですけども、ちょうどあの武器の攻撃範囲からそれちゃってるんですね。なので、それを回避するためにですね、まあ、こういうとこにマシンガンをこうやって置いて攻撃してもらうとか、そういう工夫も必要です。はい、これはちょっと低すぎるんで微妙なんですけど、このマシンガン敵が攻撃して壊しちゃうんで、なんか今攻撃されてる気がする。どこだ。あ、痛い、やばい。壁を越えて奴らが来ていた。こういうこともあります。やめろ。あ、レベル上がった。こことかも死角ですね。死角に敵が入ると攻撃してくれないんで、死角にですね、またこんな感じでマシンガンを置きましょう。そうすると攻撃してくれます。やめろ。よし、倒した。リロード、あ、できなくなった。なんかですね、このピストルっていうボタンをダブルタップするとリロードできるはずなんですけども、このゲームずっと前からですね、バグがあって時々できなくなるんですよね。 できなくなるとですね、もうずっとできません。そのゲーム中は別のゲーム始めないといけません。このバグずっと治んないんですよね。相当昔からあります。やばい、ユアバラクシーズアンダーアタック。どっかから攻撃されてる。どこだー。ドイツは攻撃している。あ、もういないかな。基地の攻撃で倒した。結構来ますね。お金回収したい。やばい。ゲイで、しょしょしょ。あ、痛い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 。なんかすっげー撃たれてる。どっから、こいつか。しかもやめろ。いや、こいつ撃ってないの。よし。で、僕の基地は無事。あ、ユアバラクシズアンダーアタック。やばい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 。行くぞ行くぞ。貴様やめろ。火があって動けない。さあ、ワンエネミーレフト。こいつかな。オッケー。結構ですね、ひどいありさまだったんですけども、レベル2クリアしました。エネミーズキルド39、ブロックスロスト1ですね。多分壁を1つ壊されたんでしょう。はい。で、ボーナスゴールドとレアミネラル、コンティニューで、まあ、もうなんかそんな壁とか設置できるんだったらもっとガンガン設置しろやって皆さん思ったと思うんですけども、まあ当たり前のようにですね、この武器とかブロックとかをですね、設置できる数には上限があります。で、それがどう決まっているかっていうとですね、先ほどステージをクリアした時に手に入れたお金、
が、まあ、一つの要素ですね。武器を建てるの。このマシンガンをですね、一個作るのに、今出てるんですけども、ドル300って書いてある下に緑色で20って書いてあるじゃないですか。この今ですね、マシンガンを一つ設置するのにお金を20使うっていう意味です。なので、この300円なのか、ドルか。300ドル以内でしか武器を作れません。なので、マシンガンをですね、ボン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 こうやって置いていると、そのうちお金がなくなってしまいます。まあ、電力もなくなるんですけども。はい。で、もう一つ、この壁をですね、設置するのにはお金じゃなくて、今度はですね、お金の右側にある M18 って書いてあるんですけども、M っていうのがミネラルですね。で、今18持ってるんですけども、この壁を一つ設置するのに、なんと1も使います。なので、こんな感じでポン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 やっ、なんですか、マイクラ気分でこうやって立てちゃうとですね、はい。もうミネラルなくなって、今見えないんですけど、はい。ミネラルゼロになってですね、壁を立てられなくなってしまいました。なので、これは非常に困る。まあ、このターンでは壊せるんですけど、壊せるっていうか、壊してそれをお金にできるんですけども、戦闘シーンではですね、壊してもお金にならないわけじゃないな。何パーセントか少なくなるんですけども、バックできます。はい。で、このミネラルをですね、どうやって稼ぐかっていうのがですね、これでございます。まあ、基地の横にですね、なんか黒曜石みたいな、なんか光る石があるんですよね。これがミネラルです。はい。で、このミネラルをですね、マインシャフト、今、右下から選択したんですけども、このマインシャフトっていう設備を、この石の上に、ミネラルの上に設置することによって、ミネラルを手に入れられます。ただですね、このミネラルを手に入れられるっていうのは、つけておけば勝手にやってくれるんですけども、ターンが終わるごとにいくつかもらえるんですよ。で、それがどれぐらいもらえるかっていうとですね、マインシャフトのとこに書いてあって、ビルドはミネラルデポジットマイン18ミネラルズ1ラウンドなんで、各ラウンドが、ラウンドですね。ラウンドが終わるごとに18のミネラルを手に入れられます。なので、今ですね、待った。今18個しか持ってないんですけども、次またレベル3を戦い始めて、そのレベル3をクリアするとまた18もらえて36になります。そんな感じでお金とミネラルを集めつつ、そのお金とミネラルを使って壁を作ったり、設備を、攻撃施設ですね、を建てて敵の攻撃を防いでいくっていうゲームですね。はい。ちょっとですね、これだけの説明でも結構むずいと思ってですね、なんかようわからんゲームだ、やらないって感じた方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、ちょっとですね、ぜひやってみてほしいですね。多分これだけ知っていれば、とりあえず遊ぶことはできます。はい。ただですね、そのスペシャルじゃない、特別施設にもいろいろありまして、ドアを設置するとか、はしごを設置して登りやすくするとか、で、レベル5ぐらいになるとですね、これ夜が訪れるんですよ。で、夜になるとですね、なんか光の当たっている敵しか攻撃できなくなるんですよ。まあ、それを回避するディテクターってやつもあるんですけども。なので、今、スポットライトとかですね、ライトとかがあるので、ライトを建設して、敵が見えるようにしないといけないとかですね、あとファームっていうのもあって、自分の HP を回復するなんか果物を作る木を建てられます。はい。そういうのとかですね、あとディフェンス、その攻撃施設もですね、今マシンガンしか使ってないんですけども、レーザー砲とかですね、モルタルとか、ドーンっていう迫撃砲みたいなやつですね。とかですね、エレクトロオーブとかあってですね、いろいろあります。めちゃくちゃあるんですよ。これらをうまく組み合わせて敵を倒していくって結構ガチのゲームになっております。まあ理解するのにかなり時間がかかって難しいんですよね。あと英語なので、まあそういうとこもあって難しいんですけども、ただ一回ハマると、このゲームマジで面白くて、本当に3時間から6時間ぐらいあっという間に経っちゃうんですよ。時間泥棒です。僕定期的にこのブロックフォートレスにはまって、なんかその時間泥棒で、あ、やべ、時間なくなったって言って、それに懲りてやめるんですけども、またやりたくなってやるみたいなのを繰り返しています。はい。iCloud でゲームデータセーブできるので、まあ、それも安心ですね。今回は皆さんに説明するために1からやってるんですけども、はい。そんな感じのかなりがっつり楽しめるゲームになっています。もちろんですね、このゲーム無料ではなくて有料なんですけども、多分今100円とか200円とかなんですよね。まあ、100円とか200円でですね、このボリュームのゲームが遊べるっていうのは非常に驚異的なことです。かなりビビります。はい。で、
まあ、ひたすらですね、来る敵を倒して死ぬまでやるっていう、まあ、終わりのあるゲームなんですけども、まあ、世界中にはいろんな人がいてですね、90レベル99まで進む人とかもいらっしゃいます。はい、結構というかかなりやり込みできるゲームです。なので、まあ、ちょっとですね、これをご覧になって気になった方はですね、ちょっとまあ100円200円かかるんですけども、ちょっと遊んでほしいなと思います。はい、でもちろんですね、そのサバイバルだけじゃなくて、マイクラでいう、なんだあれは、サバイバルじゃなくてクリエイティブか、クリエイティブモードみたいな、サンドボックスっていうモードもあって、これはですね、まあ、今どこで見ない、先ほどの何ですか、ミネラルとかお金の制限とかがなくて、ブロックは使い放題です。なので自分の好きなですね、なんだブロックっていうか、ブロックを使って建物を作ることができます。はい、まあ、基地の周りにですね、こうやってブロックいっぱいつけてって、なんか要塞みたいにするとかですね、あのレゴ感覚で楽しめます。なのでマイクラのクリエイティブモードですかが好きな人とかは、こっちのモードでですね、いろいろこうやって建物を作って遊ぶのもいいでしょう。でマシンガンつけたりして、まあ、ちょっとパワーブロック必要ですね。でマシンガンつけまくってみるとか、こうやってこれだけでも結構面白いじゃないですか。でこっちのですね、サンドボックスモードで作った基地ですか、もうもちろんですね、敵と戦わせることができます。右上の剣みたいなボタンをタップするとですね、もう敵がワンサカやってくるんですね。ちょっとやってみましょう。さっきのサバイバルモードと違って強い敵がいきなり来るんで、かなり手応えあります。ドンハードいきましょうか。どうよ、あ、来た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 、もう来てますね。で今ですね、このマイクラのクリエイティブモードみたいな感じなんですけども、右上のどれかな、これを押すとですね、自分が戦うようにもなれます。まあ、ただ怖いんで逃げます。僕は無理、逃げます。でこの自分の作ったですね、基地が敵を攻撃する様を見られると。まあ、今ですね、全面防御してないんで、もう攻撃し放題なんで、すぐ終わると思うんですけど、もう終わりますね、そろそろ。頑張れ基地。あ、もう終わり、やばい、ドン。はい、こんな感じで壊されたら終わりです。はい、なのでいきなりサバイバルモードはちょっと難しすぎるやろっていう方はですね、この何ですか、サンドボックスモードで遊ぶのもかなり面白いです。はい、でちょっともうちょっとですね、皆さんにご紹介したいんですけども、サンドボックじゃないな、なんだ、自分の作った基地を他の人に公開することができて、その公開されているマップを遊べるんですよね。ちょっとやってみましょう。どこだったかな、あ、これだ、アップロードダウンロードですね。このサンドボックスモードでニューゲームじゃなくて、上のアップロードすらダウンロードっていうとこをタップするとですね、他の人が作った基地をですね、チェックできます。ちょっと見てみましょうか。デストラクションタワー、はい、誰が作ったとかは分かんないんですけど、これをちょっとダウンロードしてみます。もうできたの、できたの、もうできた、できたらしい。はい、あ、本当だ、ダウンロードされてる。1個多くダウンロードしちゃった。このダウンロードしたデストラクションタワーをですね、ロードしてみましょう。ノーボットでいきます。どんな感じなんでしょう。もう来たよ。なんだこれ、やば、うわすっげえ、うわこれちょっと相当やばいっすよ。まあこんな感じでですね、かなりゴテゴテの要塞をですね、建設することもできます。しかもこれ多分基地を埋めてるな、すげえな、すごっ、何これ気持ち悪。ちょっと行ってみましょうか。これですね、多分スタートするとフレアじゃないな、なんかミサイルみたいのがバシュバシュ飛んで、レーザーがビーンビーンってなると思います。いきますよ、スタートハードで。ほらこれね、確かソーラーパワーのやつなんですね。あとミサイルとかもどんどんドンパチドンパチ撃って、あと緑色のレーザーも出ると思います。ブイーンってやつが、敵がもうちょっと来れば見れるんじゃないかな。うわうわ来た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 、ほらレーザーとか出してる。あとプラズマですね、水色のやつは気持ち悪。もうちょっと敵来ねえのかな。うーすげえ、おい
スターウォーズか。すごっ。このソーラーパワーのこれがやばいんだよな。ソーラーじゃない、なんだっかな、なんかあの宇宙圏に出してそこなんか自由になんか地球上の敵を狙えるみたいななんか兵器あるじゃないですか、ああいうやつです。なんか衛星みたいなやつがいて、なんかそいつになんか送って位置指定してドーンって落とすみたいな、なんか兵器あるじゃないですか、よく映画で出てくる、ああいうやつです。何これ、ブラックホールみたいに出してる、やべえ。はい、まあこんな感じで他の人が作ったですね要塞で遊ぶこともできます。ちょっともう一個見てみましょうか。かなりこの動画長くなっちゃってますけど、ただですねこれでも全然説明しきれていなくて、全然説明しきれていないんですよ。他にないかな。アディオスアミーゴ分4ダウンロード、OK、ロードしてみましょう。どんな感じなんでしょう。ロード時間長え。お？ああ！気持ち悪っ。え、なにこれ？うわ、なにこれ？ TNT だ。え、なにこれ？何がしたいの？気持ち悪っ。ちょっと無理これ。クイッ。ちょっと他の見ましょう。なんかもうちょっとね、かっこいいやつがあるはずなんですよ。そう、要塞みたいな。ソートバイレーティングにしましょうか。Not of Earth Not of Earth 2.0 ダウンロードロード。さあさあ期待できるんじゃないでしょうか。レーティング高いやつなので。ロード投げ、うえー、なんだこれ、うわ、何これやば。え、なんかアニメとか映画とかでなんかこういう要塞があるんですか。何これ気持ち悪。ちょっとやってみよう。ハード、うわすげえ、うわうわすごあーやべえなこれ。で敵もですねいろんなやつが出てくるんですね。こんな感じでなんかアーマーに身を包んだやつとかも出てきますし、うわやばやば。 iPhone6 プラスなのに結構処理が重い、やりすぎだろ。すごい、何これ。はい、というまあこんな感じでですね、まあ、ここまではやりすぎだと思うんですけども、まあ、マイクラ的にですね自分の好きな要塞をですねレゴ感覚で作って敵と戦わせることもできますし、さっきみたいにサバイバルでですねひたすら自分の基地を建設して敵と戦ってみるのも面白いかもしれません。というわけでですね今回ブロックフォートレスというゲームのまあ30分になったんですけども、これでもごくごく簡単なご紹介でございます。かなり奥の深いゲームなので、あと3回くらいやらないと全て説明しきれないんじゃないかなと思います。まあもしですね皆さんこのゲーム面白いなということであれば、多分また動画でやっていくかもしれませんので、気になった方はですねぜひ購入して遊んでみてください。ただしですね一つ注意事項がありまして、本当に面白くて時間吸い取られますので、例えば学生さんの方だったらテスト期間とかですね、なんか大事なことがあるときには絶対このゲームで遊ばない方がいいです。面白すぎるので。あと社会人の方だったらですね、普通にあの何ですか、夜12時くらいに始めて気づいたら朝4時だったとかいうことありますので、はい。かなりですね、注意して気になった方は遊んでみてください。ブロックフォートレスでした。ありがとうございました。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。動画画面下の登録ボタンよりぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 Twitter もやっていますのでぜひそちらもフォローしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。